正座、正座、正座、正座は、正しい姿勢で座ること、及びその座り方、特に膝を揃えて畳んだ座砲、靴膝座法である。部屋では履物を脱ぎ、畳に座る、日本人の伝統的な生活文化の一形態である。正座の歴史では、正座の座り方、口述が、いつ頃から始まったのか、という部分と、この座り方を、 星座とする概念がいつ頃発生したのかについて分けて考える必要がある。星座とは、もともと、神道での神、仏教で仏像を拝む場合や、聖位大将軍にひれ伏す場合にのみ取られた姿勢であった。日常の座法は、武士、女性、茶人などでもあぐら、縦膝で座ることが普通であった。平安小族に見られる十二般や、神職の方は、 下半身の装束が大きく作られており、星座には不向きであぐらを組むことを前提に作られている。江戸時代初期、星座の広まった要因としては、江戸幕府が小笠原流霊法を採用した際に参勤交代の制定より全国から集められた大名たちが全員将軍に向かって星座をすることが決められ、それが各大名の領土へと広まったことが一つ。また、 別の要因として、この時代、庶民に畳が普及し始めた頃であったことも、要因であるという。入沢達吉、日本人の座り方についてでは、元禄教法に広まったと推測されている。それに対して、川本里恵と中村光一、星座の源流、東京家政大学企業第三十九号九百九十九年、では、この座り方そのものは、日本書事洋録。 1583年の記載から16世紀後半にはすでに下級武士や農民にまで浸透していたことを指摘しており、古代遺跡や奈良時代の仏像にも現代の星座と同じ方があることから、座り方そのものは江戸時代以前から一般的であったとも考えられる。江戸時代以前には星座という言葉はなく、かしこまるやつくばうなどと呼ばれていた。 1889年に出版された辞書、限界にも、星座という言葉が出ていないことから、星座という観念は、明治以降に生まれたと考えられている。書籍での最も古い、星座の使用例は、明治15年に出版された、小学女使用に小説、上編の文中にある、およそ星座派、過去の時より習いをくべし、と考えられている。 かつては、儀礼的な座法は、身分や階層によって異なっていた。武士には、尊虚や貴座、苦行や茶人には、亀井、割座が尊者に対して、敬意を表した座り方だった。明治維新以後の始身や、市民平等を実現する過程で礼法を統一する、必要が生じ、国民に共通する、かしこまった座り方を、正座と規定したと見られている。正座をするためには、 まずはじめに床に膝まずき、伝部をかかとの上に乗せ膝となり、次に足を伸ばして、伝部の下にかかとが来るようにする。手は控えめに膝の上かまたは、ももの上に置き、背中をまっすぐ伸ばす。伝統的に、男性はわずかに膝を開け、女性は膝を閉じて座る。いくつかの武道、剣道とい合同においては、急所を守るため男性も膝を閉じて座る場合があり、また、膝の距離は、 拳一つ分の幅とする場合もある。身体道では体を開き開発するためにできるだけ足を開いて座る開放体正座という方法がある。また、正座する際、足の親指はしびれを防ぐために時々重ねる場合がある。昔は足の親指を重ねる場合、男性が左の親指が上、女性は右という決まりがあったものの、現在においては特にそういった決まりはない。 ただし、居合道などの武道によっては、正座の状態から膝を立てる際に遅延が生じるといった理由で、親指は重ねないように指導をしている。正座をする時の入り方と崩し方は、着ている着物によって流儀が異なり、それらは作法として体系化されている。正座で座る場所は、畳の上以外にも、カーペットの上、あるいは板の間の上など場所は問われない。 それらの片い床の上で正座するときは座布団が敷かれる場合が多い。あぐらをかいて座ることは砕けた座り方とされ、公式の場では不適当であるとされている。しかし年寄りなど正座が難しい場合は許容される場合が多い。正座をすることはいくつかの伝統的な日本の茶道、日本舞踊などの芸道や武道、神道では必須の作法である。 洋式家屋の一般となった現代では、必ずしも必要ではないが、日本人の伝統的な座り方として受け継がれている。他、神事、仏事等に参列する場合は、正座をすることが常識とされている。また、学校、特に小学校、中学校、高校においては、罰則として正座をさせることがある。難点は、しびれが切れやすいことである。 膝に負担がかかるので足腰に持病があると辛い姿勢である。日本の伝統芸能や芸道において正座を行う場面は非常に多い。日本の伝統的な古武道である刃術、小予足、充実には世界的にも稀な座った状態から敵を倒す方が存在する。この方の中に含まれる作法は日本の古来の文化や習慣を知る上で非常に重要財産であり。 座法においても多くのヒントが隠されている。以下は、中でも居合術における星座について説明する。座法は、その流派独自のものも見られるが、大抵は創始された年代によって大まかに一致しており、江戸時代以前に創始された流派では、縦膝、片膝立ち、江戸期以降の流派は、星座が主流となっている。また、江戸時代以前に創始された流派の中には、江戸期に、 星座に変更されそのまま伝承された流派も多数存在する。座法の変更によって型の難易度は変わることはないが、武術家の中には星座から行う動作と縦膝から行う動作では体の使い方が全く違うと唱える者も,もいる。傾向として創始された時代が古い流派ほどより機動力の高い座法が取り入れられている場合が多い。これは 戦国という時代の中いつ襲われても不思議ではないため、夜道や屋内で奇襲などがあった時にしゃがんで体勢を低くし、その体勢からの迅速な対処を可能にさせるという理念に基づいている。例として、室町時代に創始された現存最古の剣術流派である香取新刀流の居合では、縦膝につま先を立てた尊居に片膝をつけたような、 非常に機動力の高い姿勢から型を行う。戦国時代に創始された林崎敬遠以外の原型である林崎無双流においてもつま先を立てた死去と呼ばれる座法から型を行う。また現在伝承されている異合流派における統令では創始年代に関かかわらずほぼ全ての流派で星座が取り入れられている。これは星座が神聖なものに対し敬意を表する座法である。 ことによしくる。脳では、生やし方は正座で行う。捨て方においては、役にもよるが、縦膝が多く見受けられる。古典音楽などの方角でも、琴や尺八などの室町時代から、戦国時代以後の器楽、浄瑠璃の儀大有説などでも、正座で行う。茶道では、江戸時代以後は、正座だが、始祖とされる千里宮は、あぐらで行っていたとされる。 他にも、講談や落語、囲碁や、将棋の対局など様々な場面で使われている。沖縄方言では、この座り方を、膝万中と呼び、これを、大和口化して、膝まづきという。また沖縄で、星座という言葉を使う場合は、椅子や地面に腰を下ろしたままで姿勢を正すことを、意味する。富山県の方言では正座することを、ちんちん書く、という。 ちんちんが星座を意味し、書くが状態、動作を意味する。丁寧な命令帳ならば、おちんちんを書きなさいとなるこれを標準語で解釈すると、全く別の意味に捉えられるため、富山の方言を紹介する際の笑い話として使われることが多い。椅子に座る習慣が広まるのは2世紀後端末頃で、ある、朝鮮半島では星座で、 お辞儀をするのが最上級の感謝の挨拶とされている。これは、葬式や結婚式など、特別の場で行われる作法とされているので、日常生活で正座をする人は少数である。東西を問わず、児童が床に直接座る際にしばしば自然にこの座法が用いられる。柔らかい絨毯が敷かれた部屋でテレビを鑑賞する際に、多く見られる。 インディアンの移動用住居機 P 内では、女子は正座をするのが望ましい作法とされる。イースター島のモアイは裸で正座している。正座は足を痺れさせ一時的に血流が低下するなどの研究がある。日本以外の国では、自分の体重で足を押さえつける不健康な座り方と紹介されることもあった。長時間の正座ができるように、差し物の一つに合わせ A。 正座椅子と呼ばれる椅子がある。これは座面、座布団を模したものが多いの下に、すねが入る程度の高さの椅子である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。